橋倉寺は、徳島県三好市池田町周津に所在する真言、総お室派別格本山の寺院。橋倉山の南三福にある。本尊は、金羅大権現。本尊真言、音比羅やそ赤かごえか、磯の紙振りに塩より今もなお橋運ぶてふことの、尊き農教員、見影四国別格二十礼状第十五番札書、海山工房大師。 道カラー版、四国三十六不動霊場第四番札所、光網、活動時、四国三十三観音霊場、第二十八番札所、馬老夫、観音、百八観音六十九番札所、花カード、阿波西国三十三箇所、第二十三番札所、馬頭、観音、奥院橋倉山、本尊秘仏コインピラ大権現。本坊から、 二王門を望むあと278段を登れば、本殿に、明治初年の神仏分離令以前、香川県中田戸郡琴平町にある、琴平宮が、雑踏山コンピラ大権現と称し松尾寺、根光院が別当だった頃、当時の方は、コンピラ奥の院と称し、現在でも、そのように言われている。さぬきのコンピラさんは、神社となっているが、当時は、 神仏集合の風習を色濃く残す寺院である。そのため、本殿の参拝方法は、拍手による参拝者と農協をする参拝者に分かれるが、どちらも問題はない。山麓から、北条脇まで橋倉山ロープウェイが通じているが、境内には、階段が多く、こと宮が、 本宮まで785段あるにはわずかに及ばないものの山と前より本殿まで769段あるなお法条より本殿までは278段あるということで半日神業の文字が一文字ずつ付けられ半日神業小教団と名付けられている橋倉山形立自然公園の中に位置し桜や紅葉等の名所として有名であるが それ以外に拝むことに真剣に取り組む、密教寺院としての側面もある。解散以来、毎日朝夕欠かさず、コンピラ大権限のもとごマ殿でごマギトが行われる。変わらず継続することが一番難しいことであるが、成し遂げられている。また、赤ちゃんのお箸初めの箸でも知られている。なお、毎年8月4日には、箸区用で、 芝島大駒や日渡りが行われる。また、節分の星供養は、古来よりの伝統を守り、節の分かれ目を大切にして午前0時をまたいで行われる。深夜にもかかわらず多くの参拝者があり、全国より申し込まれた、数千のお札、お守りが記念されている。伝承によれば、平安時代前期の天朝5年四国十二尺中の空海が、 当地に霊気を感じ山上に登った。すると、コンピラ大権現が現れ、橋を、巨ョグル者、割れ誓って、これを、救い藩というお告げを空海に授けたという。そこで、空海は自らコンピラ大権現の像を刻み道具を、建流したことが当委員の始まりと伝えられている。また、コンピラ大権現は、東山から、三種像盗山へ日夜剣族と共に、 往来しているとも言われていた。漢文7年の火災により多くの資料が失われ、明和6年に高野さんの霊髄によって遺書がまとめられている。さらに、文政9年の火災によりまたガランの大半を消失し、現在見られる建造物は概ねこれ以後、江戸時代末期に建立されたものである。平安の昔から、 阿波の山岳修行者の道場として発展してきたが、江戸時代後期以降、佐抜きのコンピラさんの流星と共に、コンピラさんの奥者の橋倉として、コンピラ、橋倉両参りで、功能は倍増とし流星した。天狗の橋運び伝説、地元で語り継がれており、橋倉山に住む天狗が、三州造東山コンピラ大権限のお祭りの時に、使われたお膳の橋を、 その晩のうちに東山に運びをめたという。ご窓のボケ風寺観音像白堂大政不動明王御影堂三ニ四国八十八箇所倉谷農業場高灯籠の手前に駐車して、四十八段上がると三門で、くぐって広いまっすぐの山道を置き大きな石の鳥居を通過し進むと赤い鞘橋があり、ここから二百十四段登ると分岐で、右へ行くと、 スロープを含め50段で法上へ、そのまま上がると、あと229段で法上である。法上の角に、農協所があり、正面に、ご窓の、その右に、金属製の四国観音霊場の観音像を、奥に進み右の石段を55段上がると正面に、白道がある。その左には見上げるような石段がそびえている。 51段上がると右に修行大師像が立ち、薬師堂がある。左の脇道を斜めに上がると、天神山の祠があり、スロープを含め83段で本殿の段が見える。なお、ロープウェイ利用だと、三六駅から、北条の左に位置する、三条駅までの高低差342メートルを4分で、行くことができる。上記6棟はすべて、 平成16年7月6日指定。上記4棟はすべて、平成23年10月28日登録。ありがとうございます。